音数って1音数が 28.35g で、16音数っていうのが 450g で、14音数が 397g と、で重い方が痛そうなんですけど、結局その重さの違いっていうのがクッション材の量の違いだそうです、ですので実際に音数がでかい方が衝撃は和らぐと。そうですよね、でちょっと本物はこれなんです。あ、そうなんだ、へえ、これですね、パッと見でもあんま分かんないですね、これ14がこっちですね、で16がこっち。でもね、結構でかいんですよ、やっぱ16の方が。で今日は実際にマロンさんに横山みどりさんの あのお腹を、言っていただいて、この衝撃の違いっていうのを体感していただこう。実際どっちがね、さっき食ったプリンを吐いた。いやもういや、ちょっとそれはぜひ確かめてもらいましょう、じゃあマロンさんよろしくお願いします。さすがに男性の方だからね。そうそうそう、男性だとこれ右で右、そんなの俺台本に載ってなかったよ。お腹ですよみどりさん。いやまず10、あ、ごめんなさい、まず16からいったらおいて16回。顔でもいいですけど。顔でもいい。顔どっちがいいですか。どっちの方がいいですか。いや、リスナーさんに決めてもらっていいですか。なんか見えちゃうと構えちゃうんで目つぶってください。危ないだろ。自分で構えてたじゃん。目つぶってもらっていつ来るかわからない状態でバロンさん行っちゃってください。いや、それも危ないでしょ。ちなみにこれ同じ力でいきましょう。わかりました。ちょっと待って、2回やるの。無理だよ。16音数いきましょう。顔ってリクエストがすごいです。いや、じゃあ、せめて目を開けさせてよ。あれ今粉瘤があってダメだからお腹の方がいい。ああ、じゃあここ粉瘤なんか刺したんだって。そうですね。病院です。じゃあ顔でお願いします。顔。あ、ごめんなさい。お腹でいきましょう。わ。何今手が。ちょっと待って。おお、出た。カエルが死んだ時の音がしましたね、今。おーって。どうすか、みどりさん。ハートブレイクショットになってますけど。どうすか、今の16音数、ね、手がガードしてます。言うな、言わんかったらそのままですけど。どうすか、今のは。次14音数。今の16だから衝撃少ない方ですよ。やばいよ、これ。クラマーも次14音数で、多分こっちが亀田選手が使われたと疑われてる方ですね。はい、じゃあ、マロンちゃんよろしく。ちょっと待って。どうすか、みどりさん。公式放送で、いや、あまりあで芸に検証ですか。女性による検証なの。どうですか、全然違いますか。違うよ、これは。どれぐらい違います。こっちの方が効くでしょ。もう全然違う。あのね、一応打って咳が出る。僕もね、実際食らって違います。そんな違うんだ。いや、これはいかんよ、これ。まあ、ちっちゃいのがより拳に近いもんね。そうですね、衝撃が伝わりやすいっていうことで、マロンさんありがとうございます。ありがとうございます。でも動画もなんかすごい面白かったですよ。作りもなんか分かりやすくて、なるべくちょっと分かりやすく、すごい分かりやすくていい動画だったと思います。